こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、いつもと違った環境で動画をお届けしたいと思います。皆さん、この背景は見覚えがまだないかなと思うんですけども、今日僕がお邪魔しているのはザ・スーツカンパニー銀座本店なんですね。まあここはですね、僕にとっては結構見慣れた空間で、普段のスタイリングの際にですね、よく使ってるんですね。まあ僕は普段スタイリストとしても活動してるわけなんですが、お客様でなるべくこう価格を抑えながら全身の美化地をですね、揃えたい場合はスーツカンパニーさんがめちゃくちゃ役立つので、僕自身もずっとこの業界入ってから13年ぐらい経ちますが使ってきた存在がスーツカンパニーさんなんですけども、まあここで今日はですね、春の美化地ですね、コーディネートも含めて一挙に皆さんにご紹介したいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思ってます。以前もですね、スーツカンパニーさんとはコラボレーションをしているわけなんですが、まあ価格帯を抑えて、なおかつ美化地がもう本当にいろんなアイテムがあるので、まあここさえ抑えておけば大人の男性は、まあまず間違いがないかなというところなので、今回はこの中で、まあアイテムをまずはセレクトをしながら、最後にコーディネート、本当にね、ここまでいろんなものを組み合わせているチャンネルはないんじゃないかなと思ってるぐらいですね、しっかりと皆さんにお伝えしたいなと思ってますので、ぜひお楽しみいただければなと思っています。はい、じゃあ早速ですね、店内を見ていきたいなと思うんですが、まあ、このようにですね、まあ、階段登ってきて、まず前面にですね、美化地コーナーがありまして、アイテム数が半端じゃないんですよね。向こう側にプレスの中山さんがいらっしゃるんですけども、結構商品量多いですよね、ここね。そうですね、銀座店は今関東では一番品数は揃えてる、ね、ここに来るは本当に間違いないかな。そうですよね、はい、この物流は結構ね、逆に迷っちゃうぐらいたくさんあるので、まあビジネスカジュアルをね揃えたいという方はぜひ一度足を運んでいただきたいなと思うんですが、あ、ちなみに今回 PR じゃありませんからね、僕があのお邪魔をしていろいろと勝手にご紹介させていただくのにですね、スーツカンパニーさんお付き合いいただいてる感じなんですけども、まあここは本当にいろんなアイテムがあるので早速見ていきたいなと思うんですが、まずはこういったセットアップ系ですね。もう最近はこのあたりは鉄板で、まあ、いろんなカラーのものがありますね。僕の動画の中ではネイビーのセットアップを鉄板でご紹介してるんですが、こういったグレー系なんかも雰囲気あっていいかなと思うんですね。まあ、後ほど今回はですね、新鮮かなと思うんですが、グレー系のジャケットも羽織ってみたいなと思うんで、このあたりもチェックをしていただきたいんですけども、あとはですね、ちょっとこちら移動していきましょうか。まあグレー系のものがあり、あとはですね、まあこのライトグレーからちょっと深めのグレー、ネイビー系もね、もう鉄板ですよね。このあたりはね、もう間違いのないチョイスで、まあ本当にこう合わせ方次第で様々なコーディネートが見せられるので、これはね、ちょっと後ほど着てみたいと思います。ボトムスもあるんですが、中をね、変えるだけで、まあタイドアップ、ネクタイ締めてもいいし、ノーネクタイも合えば、あとはポロシャツとか T シャツなんかにも合うので、まあ鉄板ですよね。このあたりですとか、あとはですね、この辺のシャツなんかもいいですね。結構シャツもね、最近はこう襟型で全然見せ方が変わってくるんですが、このあたりの僕が大好きでね、動画の中でよく出てくるバンドカラーシャツとかもです、雰囲気いいかなと思うんですね。襟元がスッキリするだけでだいぶ印象が変わってくるので、まあ通常のワイドカラーみたいなものをタックインして着るのもいいんですが、バンドカラーシャツを外出しで着るのもいいかなと思うので、このあたりもね、後ほど触れてみたいなと思いますね。あとはまあ丸首のニットとかね、このあたりも、まあ、鉄板でしょうね。良さそうですね。はい、このシリーズもね、オーガニックセブンっていうんですか、これどういったコンセプトですか。オーガニックの生地を使ったアイテムで、今年はサステナブルの商品も非常に多いので、まあ、そういった環境を配慮しながら、商品企画をしている。なるほど。はい。こういったね、なんか今の雰囲気に合った薄めのニットなんかもサステナブルな商品で出ていたりだとか、本当にね、様々なアイテムがあるんですね。他にはね、ちょっとこっち見ていきたいなと思うんですが、やっぱりライトな感じのジャケット増えてますね。なんか気軽にこう T シャツの上に羽織れるようなジャケットが多いなと思ってまして、まあ、ネイビー系でもこういったちょっと明るめのネイビーと、これはブラックですか？こちらブラック。これブラックですかね。ブラックだと、まあ、よりシャープで、モダンな感じになるかなと思うんですが、まあ、このあたりは好みで選んでいただくのがいいかなと思うんですね。まあ、個人的にはこういった、ちょっと明るめのネイビーなんかも、春らしい雰囲気があって、すごくいいなと思いますね。あと、内側に合わせるものは、こういったロンティーなんかも結構いいんじゃないですか。
これもいいですね。色はちょっとこうグレーですかね。ライトグレーっぽい色合いで、すごくね、なんか春の感じがしていいなと思うんですね。これをネイビーのジャケットの内側に入れてもらってもいいかなと思うので、ちょっと合わせてみますが、あ、こんな感じ。いいんじゃないでしょうか。ね、なんかまあ今は職場でも割とこうシャツじゃなくても T シャツとジャケットの組み合わせでも全然 OK っていうところも少なくないので、そういう場合はこういうコーディネートもいいかなと思うので、ぜひ試していただきたいですね。もう今の間だけでもですね、結構内側に着るもの様々なバリエーションが出てきたと思うんですが、本当にね、様々なものがあって面白いですよね。あとはシャツの襟型ほんとたくさんあって、ボタンダウンシャツみたいなちょっとアメトラっぽい感じのものもありますし、あとはちょっとこうイタリアっぽいようなこういったワイドカラーみたいな感じもいいですね。僕こういったちょっとこうブルー系のシャツ大好きなので、こういった感じもね後ほど着てみたいなと思いますね。あとはねストライプ系もいいですね。僕は納体のシャツで白っていうよりは、ちょっとこうアクセント的にこういったストライプ系を入れてあげる方が好きなので、これもね、後ほどちょっと着てみたいなと思いますね。あとね、ジャケット、このあたりもかっこいいですよね。今こういったマネキンに着せてありますが、こういったちょっとクラシックな雰囲気の、まあ、ジャケットなんかも着れるとすごくいいと思うんですね。まずはなんかネイビー無地から入って、その次に、まあ、グレー系が鉄板で使いやすいんですが、その次あたりにこういったチェック系なんかが使えるとかなり着こなしの幅が広がるかなと思うので、これもちょっと後ほど着てみたいと思いますね。こっちもいろいろありますが、まあちょっとねアイテムがたくさんあってこれまたすごく楽しいんですが、迷ってしまう方も多いかなと思うので、この後ですね実際に気になったものをいろいろ着てみたいなと思うんですが、その前に言って忘れてました。ここのねシリーズはちょっと僕先ほど下見をしていて気になったんですが、なんかカジュアルなアイテムもやってるんですね今は、はい、これはなんていうシリーズか。ラシャというファクトリーブランドのアイテムなんですけど、はい、今からちょっとビジネスカジュアルというかどちらかというとカジュアルに行った新ラインナップを、うんうん、これめちゃくちゃいいなと思って、このシャツ個人的には大好きで、まあ、襟型もレギュラーカラーでちょっとこうモード感があるような作りになってて、あとはこの大きめのポケットなんかも僕大好きなディティールなのですごくいいなと思いましたね。その中でちょっと一番気に入ったものがあって、これはね僕も羽織ってみたいなと思うんですが、今年結構トレンドとしていろんなブランドでも扱ってますが、ファティーグジャケット、これがねすごい雰囲気良かったので、ちょっとせっかくなんで羽織ってみたいと思います。なんかミリタリーテイストなんですけど、なんか上品さがありますよね、これね。そうですね。あくまで、ビジネスウェアとして使っていただけるような。そうなの。カジュアルに振りすぎず。あ、ビジネスウェアにもこう使えるような感じなんですね。これ良くないですか？個人的にすごい気に入っていて、ね、ミリタリー要素があるんですけども、ちょっとサイジングが今っぽい、ちょっとゆったりめになってて、このあたりもすごくいいし、ディティールは本格的なんだけども、軽くて現代的なフィット感で、なおかつなんかモダンな感じもするので、今日のコーディネートみたいな感じで、黒パンで引き締めながら着てもらうのもいいと思うし、あとはですね、内側変える必要はありますが、ちょっとこういった春らしい白系のね、パンツと合わせてもらってもいいかなと思うので、こういったちょっとこう旬なアイテムなんかも、カジュアルもね、意外と良かったりするので、ぜひ皆さんにチェックしていただければなというふうに思ってます。はい、ということでここからはですね、実際に今までご紹介したアイテムを使いながらコーディネートで皆さんにですねお伝えができればなと思いますので、早速着替えてみたいと思います。はい、ということで早速着替えてみました。どうでしょうか。一番最初にお伝えしていたネイビーのセットアップを軸にしたコーディネートなんですが、これが最も再現性が高いようなスタイルかなと思うんですね。おそらく皆さんもこの着こなしだったら明日からすぐに実現できるかなと思うんですが、ベースはこのネイビーセットアップ、僕の動画の中でも定番的にお伝えしている内容なので、ここは皆さんにとっても見慣れてるかなと思うんですね。そしてその内側に来るシャツなんですが、これがですね、よくやりがちなのは白シャツなんですね。まあ、決して NG ではないんですけども、ちょっとこう、ノーネクタイの白シャツだと、やや退屈というか、まあ、もう少しアクセントが欲しいなと思うのが、個人的な見解なので、ここに今回取り入れてるのは、ストライプ柄のシャツですね。
これも先ほど触れたものなんですが、まあ、ビジネスで使うストライプシャツ、特にネクタイを締める場合はもっとピッチが狭いものを使うことが多いんですけども、ビジネスカジュアルだと今回のシャツのように少し大胆さのあるストライプでも決してうるさくならないですし、ネクタイがない分バランスがいいかなと思うので、このシャツはねかなり使い勝手がいいんじゃないかなと思いますね。襟型もこれはワイドですかね。はい、セミワイドぐらいですね。あ、セミワイドぐらい、はい。まあ、この第一ボタンを開けた時の襟の広がりというのが非常に使いやすくて、ちょうどジャケットの下に襟元が入るのでバランスもいいですし、僕はこの襟型がすごく好きですね。このシャツを、まあ、実際に使って第一ボタン閉めてネクタイ閉めることもできたりするので、まあ、様々なコーディネートができるシャツなので、これなかなかいいんじゃないかなと思いますね。そして足元なんですが、今回はですねコインローファーを合わせています。でビジネスカジュアルということで、まあ、通常のストレートチップみたいなものを合わせるのも NG じゃないんですが、ややカジュアルさを出したいので、個人的にはこういったブラックのコインローファーが、まあ、まず間違いのない鉄板かなと思うんですね。ベルトの色と、靴の色を合わせてもらえばよりバランスもいいので、まあ、こういった形で組んでもらえばですね、まあ、ビジネスカジュアル、シンプルではあるんですけども人との違いも程よく出せるので、まあ、すごく使い勝手がいいかなと思います。ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のコーディネートなんですが、先ほどのネイビージャケットをいかに着倒すのかっていうところが今回のテーマなんですけども、内側を変えて靴を変えただけなんですけども、今回着てるのはですねこれバンドカラーシャツ、僕は大好きでよく動画の中でも皆さんにお伝えしていますが、ビジネスカジュアルの中に使うのも意外とバランスがいいかなと思ってまして、先ほどのストライプシャツから今度はですね同じくストライプなんですが、今回はライトグレーのストライプのバンドカラーシャツを合わせていますね。このねスーツカンパニーのバンドカラーシャツ、丈が結構短めになっているので、タックインするよりは外に出してあげた方がバランスがいいかなと思ってまして、ジャケットよりも長さが短いので、まあ収まりもいいですね。これぐらいじゃないと、ちょっとビジネスシーンでは、ちょっとこのシャツの方がジャケットより長いっていうのは NG の場合もあるかなと思うので、すごくバランスがいいんじゃないかなと思いますね。まあ、ちょっと現代的なセットアップのスタイルで、まあ固めの職場だとちょっと難しくても、まあ最近はこれぐらいの着こなしでも OK な職場が増えてるかなと思うので、僕個人としては自分らしいスタイルかなというふうに思いますね。で足元は先ほどのローファーでも決して NG ではなくて、割と綺麗めに振ることもできるんですが、この着こなしの場合はよりですねこういった白レザースニーカーの方がハマりがいいかなと思うので、こちらに変えてみました。どうでしょうか。このスタイルもねなんかすごく個人的には好きなので、ぜひねコーディネートのバリエーションの一つとして皆さんもトライしていただければなと思います。はい、続いて3点目のコーデなんですが、これまた王道感あって、まあ本当に今すぐ使いやすいようなスタイリングかなと思うんですね。まあ先ほどと同じネイビーのセットアップ、これがやっぱ使いやすいですね。このベースさえしっかりと揃えておけば、あと内側変えるだけでコーディネートいっぱい作れるので、めちゃくちゃ使いやすいと思いますね。ちなみにあんまり解説しなかったんですが、肌触りも良くてストレッチもガンガンに効いてるので、これはね、もう従来のこうスーツとかジャケットとかそういった感じとは全く別物でかなり履きやすいですね。まあ、サイドにもね、あのゴムが入ってるので、ウエストも楽なので、まあ、このセットアップが一つあれば、まずベースは整って、その内側にこの丸首のニットなんですけども、これ一回脱いでみましょうかね。まあ、脱いでみるとわかるんですが、半袖になってるんですね。まあ、長袖もいいんですけど、だんだん暖かくなってくると、長袖よりはこういった半袖の方がもたつかないので、着やすいかなと思いますね。袖もね、ちょっとこうリブになっているので、単体で着ても結構おしゃれなので、脱いでもらってもこのまま使えますね。で、内側に T シャツを着てジャケットというスタイルもあるんですが、個人的にはちょっとこの厚みがあって上品見えするニットっていうのがすごく合わせやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもね、こういった白ニットは透けないしすごくいいかなと思うので、これはぜひ皆さんトライをしていただきたいなと思いますね。このままでも全然いいですよね。これだったらなんかちょっと綺麗めなカジュアル着でも対応できるかなと思うので、こういったスタイルにジャケットを着てもらうとすごくいいですよね。で、ボトムスなんですが、皆さんお気づきだったかな？
わかんないかなとは思うんですが、長さがね、実は調整ができるんですね。一番最初にですね、着ていた時には、ノーネクタイのストライプシャツなので、ちょっとこう、綺麗め寄りのビジネスカジュアルだったので、その時にはちょっと長めの設定にしてあって、このようなですね、内側に T シャツだとか、ニットを着るようなカジュアルなスタイリングの時には、丈の長さを少し軽めに、短めにしてあげた方がバランスがいいんですね。ですので、この長さが変えられたら一番いいんですが、なかなかそんなことは普通できないんですが、これすごいのが、内側スナップになってるんですよね。はい、スナップボタンになってて、長さが2段階で調整できるので、今おっしゃられたみたいに、ちょっとドレス要素とカジュアル要素で使い分けていただければ。このね、画期的な作りのおかげで、ちょっとさっきよりはですね、短めに長さをバランス整えてるんですが、まあ、スニーカー合わせの時にはこれぐらいの長さもすごくいいかなと思うので、まあ、ぜひこのあたりのね、長さの調整で、まあこう、おしゃれ初級者なのか中級者なのかってところが分かれるかなと思うので、ぜひ皆さんもね、このあたりの長さも意識しながらですね、こういったスタイリング楽しんでいただければなと思っています。はい、続いてですね、ネイビーのセットアップからジャケットを変えてみました。これはですね、僕の動画を見ていただいている方にとってはかなり新鮮かなと思うんですね。僕はもうネイビーばっかり着る男なので、まあ、普段はですね、こういったライトグレーとか着ないんですが、春らしいこういった色ね、着てみたらすごいハマりが良くて、僕も個人的にこれはかなり気に入ってますね。まあ、やっぱりね、ネイビーもいいんですよ。ベーシックで使いやすいんですが、春らしさだとか、ちょっと季節感を出したいのであれば、こういったグレー系を使えるとすごくいいかなと思うんですね。これはグレーなんですけども、近くで見てみると千鳥格子の柄が入ってるんですね。このあたりのペタッとした平坦な感じじゃなくて、ちっちゃな柄が入ってるってところが、僕は洒落てるかなと思いますね。素材はジャージーで、これまた着心地がいいんですけども、実は先ほどのセットアップと色違いになるんですよね。はい、そうです。そう。だから、実はさっきのボトムスネイビーはそのまま着ていて、ジャケットだけを変えてる状態なので、まあなんかこう、ネイビーのセットアップはあるんだけども、ちょっとそれだけでは飽きたなっていう方は、そこに対してこのライトグレーとかのジャケットを持ってくれば、着こなしがね、一つ完成してしまうので、これはめちゃくちゃ便利かなと思いますね。内側はね、先ほど最後に着ていた丸首の半袖ニットを着ているわけなんですが、ライトグレーとこういったホワイトってすごく相性がいいので、上半身を少し明るめにして、ボトムスはちょっとこういったネイビーだとかブラックで引き締めるというのが一番鉄板で使いやすいので、ぜひこのコーディネートもね、皆さん参考にしながらカスタマイズしてお楽しみいただければなと思ってますね。僕にとってもこれはかなり新鮮だったので、すごくいいなと思ったので、ぜひ皆さんお試しいただければなと思っています。はい、着替えてみました。これまたちょっと新鮮さのあるコーディネートかなと思うんですが、一番最初はネイビー無地を着まして、続いてグレー系の無地を着ました。その次にですね、皆さんにトライしていただきたいなと思っているのが、色味はネイビーでベーシックなんですけども、ここに柄ですね、チェックの入ったこういったネイビージャケットって、僕は着るとですね、一気に洒落て見えるかなと思うので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思ってます。まあ、チェックといえども、このチェック自体の色が割とですね、元の地の色に近いので、そんなにこうインパクトが強くないですし、これだったらね、結構僕はトライしやすいかなと思うんですね。まあ、さすがにレダーの生地を使ってるだけあって、非常に上品ですよね。値段もね、先ほど見たら2万円台。そうですね。中頃ぐらいですか、はい、26,000円。26,000円、はい。これぐらいの価格で買えるのはかなり驚きがあって、さすがコスパ最強のスーツカンパニーさんだなと思いますね。まあ、色合いもすごく綺麗なので、個人的にこのジャケットを皆さんにご紹介ができればなと思ってます。そして内側に着てるのは、まあ、ベーシックなところで言うと、こういったジャケットに対して白シャツもすごく合うかなと思うんですが、同じくブルー系のシャンブレーのシャツですね。これがまた個人的に大好物でよく着るんですけども、まあこういったね、シャープな感じでまとめてあげるのもすごくバランスがいいかなと思うんですね。まあ先ほどのネイビーのセットアップの中にこういったシャンブレーシャツも合いますし、あとライトグレーのジャケットにも合うので、実はこういったシャンブレーシャツって様々なスタイリングに合いやすいので、1枚あると便利なのかなというふうに思ってます。で、ボトムスに関しては、これは、まあ色としてはちょっと深めのグレーですかね。
シャープな感じでまとめています。もう少し春らしさを出したいのであればミディアムグレーぐらいでもいいかなと思うんですが、割とこういった僕はシャープなグレーが大好きなので、今回は落ち着いたトーンのですね、ノータイスタイルを作ってみました。こういった着こなしをしている方はまだまだ少ないので、まあ、ぜひ皆さんにもトライをしていただいて、人との違いというところを楽しんでいただきたいなというふうに思ってますね。僕はこのコーディネートすごく好きですね。ちなみに足元はですね、ローファーではあるんですが、一番最初に履いていたのはコインローファーという形で、よりオーソドックスなものなんですが、今度はタッセルローファーといって、ちょっとね、こういったタッセルがついてるのがワンポイントになってるんですが、これまた人との違いを出すにはすごくいいかなと思うので、ぜひこういったローファーも含めて皆さんお楽しみいただければなと思っています。はい、続いてラストですね。先ほどの、ジャケットとボトムスの組み合わせにですね、今度はニットタイを締めてみました。だいぶ雰囲気変わりますよね。シャンプレーのシャツというものは、第一ボタンを開けて、ちょっとカジュアルに着るのもいいんですが、僕は個人的にはネクタイを締める方が好きなんですね。襟元がピシッとして、なおかつネクタイ自体は少しカジュアル感のあるニットタイというのがかなり相性がいいので、このスタイリングができたら結構ですね、できるビジネスマン風かなと思いますね。結構広告代理店の方とか、こういった方も多かったりするんですけども、まあこのようなスタイリングも皆さんぜひ参考にしていただければなと思ってます。最近ね、職場でネクタイをしないという方も多いと思うんですが、僕はやっぱりジャケットとかシャツにはネクタイがあるスタイルもすごく好きなんですよね。まあ、こういったものがあることで、かえっておしゃれに見えたりだとか、カチッとして見えることで人との違いが出せたりするので、このようなスタイリングはぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思いますね。まあ、実際このようなコーディネートを、まあ、セレクトショップとかで組むと結構なトータル金額いってしまいますが、スーツカンパイさんだと割と手軽な価格でトライができるので、そのあたりも含めていろいろとね、実験もしやすいかなと思うので、まあ、このようなジャケットですね、チェック柄だとかシャンブレーシャツだとかニットタイ、まだ締め慣れてない方も多いかなと思うんですが、意外と使いやすいです。慣れてしまうとこういったスタイルというのも帰っていいんだなっていうのを皆さん実感していただけるかなと思うので、ぜひ皆さんトライをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、春のビジネスカジュアルのコーディネートを一挙に皆さんにご紹介させていただきました。まあ、スーツカンパニーさんでね、このように着ることで、普段の僕の手持ちのものだけではどうしてもバリエーションが見せられないので、まあ、いろんなジャケットですね、まあ、今回はネイビーだけではなくてライトグレーだとか、あとはこういったチェック柄のネイビーとかもですね、初めて皆さんにお見せしたわけなんですが、結構ですね、アイテム数少なくても組み合わせを変えるだけでコーディネートのバリエーションってかなり広げられるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、お店に訪れていろいろと提案を受けながらですね、楽しんでいただければなと思っています。意外とですね、こういったビジネスカジュアル系の情報ってまだまだ多くはないかなと思うので、僕のチャンネルでは定期的にですね、まあ、季節ごとにできたらいいなと思ってますので、ぜひこれからもお楽しみいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか。限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。